山本周五郎を咲く、その木戸を通って。平松聖志郎が事務を取っていると、老職部屋の若い月番が来て、平松さん、田原様がお呼びですと言った。 聖四郎は知らぬ顔で帳簿を調べていい。若侍はそばへ寄って同じことを繰り返した。俺のことか。なんだと聖四郎が振り向いた。平松なんて言うから、ああ、そうか。と彼は気がついて苦笑した。平松は俺だったか。わかった。すぐ参りますと言ってくれ。 聖四郎は一区切りついたところで筆を置き、田原ゴンエモンの部屋へ行った。田原は中郎の筆頭で、松山という書き役に何か口述していたが、入ってきた聖四郎を見ると、口述を中止し、書き役を去らせて、聖四郎に座れという手真似をした。 聖四郎は座った。お前はいつか江戸の方に後腐れはないと言ったなと田原が聞いた。はい、そう申しました。鹿島家と縁談の始まった時だ。覚えているかはい、覚えています。 私は、お前の行情を知っているから、念を押して確かめた。もしや、江戸の方に縁の切れてない女などがいはしないか。いるなら、正直にいるというがいい、と、そうだろう。清四郎は頷いた。彼の顔には、ほんのかすかではあるが、不安そうな落ち着かない色が現れたけれども、 それはすぐに消えて、今度は力強くうなずき、そして確信ありげに言った。おっしゃる通りです。それに相違ございません。田原ゴ右衛門は口を片方へねじ下げたので、しわの多いその顔がそちらへ歪み、まるでべっかんこでもするように見えた。 では聞くが、今、お前のうちにいる娘は、どういう関係のものだ私のうちにですか清四郎はつばを飲んだ。私のうちには、娘などおりませんが。いるから聞くんだ。それは何かの間違いです。彼のご長はそこでちょっとよろめいた。 ご承知のように、ご感情しきりの監査のため、私は三日前からこの上中に詰め切っています。ですから、留守に何があったかは知りませんが、三日前に宇宙を出るまでは。お前のうちに娘がいるのだ。田原は潜めた声で決めつけた。しかもそれを、鹿島殿のご息女が見てこられたのだ。 聖四郎は口を開いた。ともえ殿がですかともえ殿は昨日、お前が非番だと思って尋ねて行かれた。そこで田原はまた口を片方へねじ下げた。手作りのボタンを持参され、お前が上中へ詰めていると聞かれたので、家父の吉塚に壺を出させ、お前の居間へ行けて帰られた。 その時、見知らぬ娘がいるので、どういうものかと問いただしたところ、吉塚助十郎は大層当枠し、すぐには返事ができなかった。やがて、しどろもどろに、主人を訪ねて参ったのだが、どこから来たとも言わず、名も名乗らない。もちろん、自分も見たことのない顔である、と申したそうだ。 生死郎の喉でコクッという音がし、目には老狽の色が現れた。それは何かの間違いです。と彼は心元投げに言った。そんな女は私にも心当たりはありませんし、下場したら早速。田原五右衛門は遮って言った。鹿島家から厳重な抗議が来ている。もし、 それがお前と腐れ縁のある女なら、縁談は取りやめになるから、そう思え。そんなことはありません。間違いに決まっていますから、お役が明き次第下場して、何者がどうしてそんなことをしたか、よく調べた上、すぐお知らせに上がります。要はそれだけだ、と田原が言った。 感情しきりの監査は明る日までかかった。その間、丸一日半という時間の経過が、聖四郎にとってはもどかしいほど長く、また、あまりに短く感じられた。早く事実を確かめたい気持ちと、事実に当面する時を伸ばしたい気持ちとが、表と裏から彼を責め立てたのである。 確かに、俺は模範的人間じゃない。謙遜して言うことが許されるなら、道楽者と呼ばれる類に属するかもしれない、と清四郎は思った。しかし、俺は真からの道楽者ではない。過ちを犯した後では、もう二度とこんなことはやるまいと、自分に誓うくらいの良心は持っていた。 他人は信じないかもしれないが、女と切れるときも、無情だったり、卑怯だったりしたことはなかった。別れるときには、するだけのことをして、きれいさっぱり別れたものだ。本当にそうかそうでなかった例は、一度もないか本当にか清四郎は考え込み、それから、 確信があるとは思えないような目つきで、ない、と心の中で呟いた。とすれば、尋ねてきてうちにいるという女は何だあの女は何者だどういうわけのある女だお前の何だそう問い詰める田原ゴイエモンの声が、耳の中でガンガン響き渡るように思えた。 ひらまつさん、と感情型の若侍が来ていった。こちらの帳簿はもう済んだのでしょうかひら、<平>ああ、そうか、うん、と言って、聖四郎は目が覚めたように首を振った。それはまだ済まない。もう少し待ってくれ。野上というその感情型の若侍は、声を潜めていった。 何かご心配なことでもあるのですか清志郎は笑ってみせた。それならいいですが、と野上は言った。下城したら、石垣町の梅の井でお待ち申していると、村田殿からの伝言でございます。勘定し切りが終わると、胃ろの宴をするのが、毎年のしきたりであった。 聖四郎が監査役になってから足掛け三年。去年も石垣町の梅野井で主演があり、彼は江戸仕込みのうんちくのほどを見せて喝采を博した。今年は勘定奉行が交代して村田六兵という老人になった。偏屈で有名な人物だと聞いていたし、今日はそれどころではないので、 聖四郎はきっぱりと断った。ダメですってと野上は聞き返した。どうしてですかどうしてとは何だ聖四郎は思わず高い声になった。理由を言わなければいけないのか野上平馬は口を開き、何やら言い訳めいたことをつぶやきながら急いで去った。 関佐役の元締まりは、自席画廊、沢田孔之進で、関佐に当たるのは十人。平松聖志郎はその支配であった。すっかり終わったのが午後五時。沢田老職に報告を済ませると、聖志郎はまっすぐに関端の内へ帰った。田原五右衛門の言った通り、 うちにはその娘がいた。聖四郎は娘に会う前に、まず家父の吉塚助十郎から死災を聞いた。先おとといの昼前でございました。と吉塚は話し出した。玄関の内村が参りまして、旦那様に会いたいと、若い夫人が訪ねて見えたと申しますので、私はドッキリといたしました。 三人の家子や小物、召使いたちはこの城下のものだが、吉塚助十郎とその妻の村は江戸から連れてきた。聖四郎の父は岩井影湯といって、品野の神影行の蕎麦用人であるが、吉塚は先代から岩井家に仕えてい、聖四郎が国元へ来るにあたり、父が選んでつけてよこした。 したがって、江戸における聖子郎の行情をよく知っているから、女が訪ねてきたと聞いて驚いたのも無理ではなかったかもしれない。挨拶に出てみますと、全く見覚えのない方で、主人はお役目のため、両三日、常中から戻らぬと私は申しました。と吉塚は続けた。 ことづけがあったら申し伝えましょう。いずれのどなた様ですかと聞きましたが、黙って立っているだけで返事をなさいません。娘の髪形や身なりは武家風であるが、見ると着物は泥だらけで、ところどころ鍵ざきができているし、髪の毛も乱れ、顔や手足にも乾いた泥がついてい、 履物はわら理であった。何か訳があってきたのか、住まいはどこか、と繰り返し聞きましたが、ただ平松聖四郎様にお会いしたいというばかりで、そのうちにふらふらとそこへ倒れてしまいました。玄関でか、玄関でございます、と吉塚が言った。 やむを得ないので座敷へ抱き上げ、妻の村に解放させた。上と疲労で倒れたらしい。気がつくのを待って風呂へ入れてやり、村の着物を着せ、それから食事はと聞くと、黙ってうなずいた様子が、いじらしいほどひもじさを示していた。食事をさせた後で少し横にならせよう。 疲れが治ったら死災がわかるだろうから。村がそう言うので、吉塚はその娘を妻女に任せた。娘は村の言うことを素直に聞き、食事の後で横になると、二時余りもよく眠りました。と吉塚が続けていった。目が覚めたので洗面をさせ、兄弟の前へ座らせたが、 自分では何もしようともしません。そこで妻が髪を直してやりながらいろいろ聞いたそうです。だが娘は聖子郎に会うということ以外何も記憶していなかった。自分の家がどこにあるかも自分のなさえもわからない。もちろん聖子郎に会う目的もわかっていない。 ということであった。おかしな話だ。臭いぞ、これは。と、聖四郎は言った。どこかに臭いところがある。何かこれには裏があるぞ。吉塚助十郎は何も言わなかった。その、と、聖四郎が聞いた。鹿島の友枝殿が来たとき、その娘を見たということだが、 どこにいたんだお庭を歩いていたようです。と吉塚が答えた。申し上げたようなわけで追い出すということもできません。あなたがお帰りになれば何かわかるかと存じましたので。清四郎は手を挙げて遮った。それはいい。そんなことは構わないが、こいつはうっかりすると、 どんなことになるぞ。とにかく、と吉塚が言った。お会いになってみてはいかがですか。よし、会おう。ちょっと考えてから、清志郎は頷いた。客前通しておいてくれ。家父が娘を案内したと言いに来てから、約四半時して、清志郎は客前へ行った。 その前に彼は次の間からふすまを少し開けて覗いてみ、全く見覚えのない顔だということを確かめた。誰かのいたずらか罠だ。彼はそう思い、そんな手に乗る俺か、といささか清い込んで客前へ入っていった。娘は十七か八くらいに見えた。 ふっくりとした顔立ちで、顎が二重にくびれ、目も口も小さく、鼻がほんの少ししゃくれている。体も小柄のようであるし、肩も丸く小さかった。村の着物を借りたのであろう、地味な根津色古紋の着物に黒っぽい帯を締め、頭には薪絵の串と平打ちの銀のかんざしを刺していた。 聖子郎がこれだけのことを観察する間、娘は目を伏せたままじっと座っていた。私が平松聖子郎です。彼は霧工場で言った。どういうご用ですか娘は目を上げて彼を見た。彼はその目を強く見返した。 娘の小さな目がぼうとなり、小さな唇がわなないだと見ると、膝の上で両手を握りしめながら柔らかにうなだれた。私はあなたを知らない、と聖四郎は言った。あなたはこの私を知っていますか娘はうなだれたまま、ゆっくりとかすかにかぶりを振った。 私があなたを知らず、あなたも私を知らないのに、彼は容赦なく言った。どうしてここへ訪ねて来られたのですか娘はうなだれたまま、それが自分でもわからないのだ、と囁くような声で答えた。聖志郎は娘を見つめていた。 芝居をしてもダメだ。こんな子供騙しに引っかかるような生様じゃねえ。お門違いだ。と心の中であざ笑いながら。多分泣き出すだろうと思ったが、娘は泣かなかった。どういうことなのでしょうか。と娘はゆったりとした口ぶりで言った。 平松聖四郎様という女のほか、私何も覚えておりませんの。自分がどこから来たかも、なんという名であるかも、どうしてここへ参ったかも、まるで物に疲れたか夢でも見ているような気持ちでございます。では、私にもどうしようもないですね。 聖四郎は冷淡に言った。人を尋ねる約束がありますから、これで失礼します。そして彼は立ち上がった。家父の吉塚はどうだったかと聞いた。聖四郎はわからないと答えた。何か違くがあるに違いないが、どんなからくりなのか見当がつかない。 いずれにしても関わらない方がいいから、すぐにこの家を出て行ってもらえ。俺は田原へ行ってくる。と聖四郎は言った。そして、そのまま家を出かけ、竹坂の田原家を訪ねて、五苑門に会った。申し上げた通りです。聖四郎は公然と言った。私の知らない娘ですし、 娘の方でも私を知りません。全く関係のない人間でございます。それならいいが、と言いかけて、田原はいぶかしそうに彼を見た。娘の方でもお前を知らないって。はい、当人がそう申しました。おかしいじゃないか。知らない娘が知らないお前に、 何の用があってきたんだそれもわからないというわけです。聖四郎は事情を語った。話の筋が通らないので、田原ゴ右衛門はなかなか納得しなかった。そこで聖四郎は、誰かのいたずらか罠ではないかと思うと言った。彼は岩井影湯の三男に生まれ、 25歳まで部屋住みであった。それが背景になっていた平松を再興することになり、彼がその当主に選ばれた。平松は藩の名門で、給六は900石余り、価格は老職に属していた。再興された家禄はその半分の450石。 価格は三座といって老食に次ぎ、老食に空席ができれば、そこへ治る位置にあった。その上、五十代のご息女と縁組みができたのですから、私に好意を持つものばかりはないでしょう。と彼は言った。ことによると、私が江戸にいた頃の噂を知っていて、いたずら半分に、 縁組だけでも破談にさせようと、バカなことを、と田原は遮った。仮にも侍たる者が、そんな卑しい真似をするはずがない。そんなことを想像するお前自身を、はじなければならん。国元は国元同士で、愛見たがいか、と聖四郎は心の中で思った。はい。 では、私自身を恥じます、と彼は言った。それと、娘はすぐに出て行かせるように命じましたから、どうぞお含みを聞きください。覚えておこう、と田原は頷いた。田原五右衛門は昔から父の影湯と親しく付き合っている。そのため、 彼が江戸から来ると、父の依頼で監督者のような立場になった。上代画廊の鹿島大学が娘をやろうと言い出したのも、ゴンエモンが奔走したらしいし、と恵という鹿島の娘も、彼は大層気に入っており、例えば彼女が足軽の娘であっても、ぜひ妻にもらいたいと思うくらいで、清四郎は、 大いに田原老職に恩義を感じていたのであるが、今度の出来事でその熱が少し冷めた。上中で呼びつけた時の態度も冷たかったし、今日はまた面と向かって自分を恥じろとまで言った。彼としては愛想笑いをしているところへ水でもぶちかけられたような具合で、 少なからず、むっとせざるを得なかったのである。国元の人間は聖人君子ばかり、とでも言いたげな口ぶりじゃないか。外へ出ると、聖四郎はいまいましげに呟いた。誰かの嫌がらせでなくって、どうしてこんなことが起こるんだ。江戸なら、もうちっと気の利いた手を打つぜ。 田舎者はすることまで、まあ病死があやあしねえや。聖子郎は唾を吐き、すると空腹なことに気がついた。よし、梅の家へ行ってやろう、と彼は思った。色の宴は、ちょうど活気づいた自分だろう。出かけて行って、暴れ飲みをしてやるか。そう思って、彼は石垣町の方へ急いだ。 聖四郎はよく飲み、よく歌い、よく踊った。一座の中に敵でもいるような挑戦的な気分で、騒ぐだけ騒いだ上、酔いつぶれてしまい、感情型の者二人にうちまで担がれるようにして帰ったそうであるが、自分ではほとんど覚えがなかった。翌朝目が覚めてみると雨が降っていた。 三日間は、医療のため非番なので、誰も起こしに来ないのをいいことに、もう一眠りと思ったが、酔いざめの水を飲んでいるうちに、ひょいと顔を上げ、そのまま何を見るともなく瞳を凝らしていた。そうか、とやがて彼は呟いた。そうだ、そうすればよかった。そうすれば、からくりが分かったんだ。 そして彼は勢いよく起き上がり、寝巻きのまま家父の部屋へ行った。吉塚助十郎は茶を飲んでいた。あの娘はどうしたと聖四郎はいきなり聞いた。追い出してしまったか。吉塚は湯飲みを置いて、それがその、と口ごもって言った。着物の鍵先などをつくろっておりましたので、 まだその、よし、それでよし、と彼は言った。その方がよかったんだ。ちょっと考えたことがあるから、追い出すのは夕方にしてくれ。ドイツの仕業か、俺が突き止めてやる。不審そうな顔をする、吉塚スケジュ郎に、彼は何事か囁ささき、寝マへ戻って横になった。 生四郎は昼ちょっと前に起き、食事をしてまた寝間へ入った。五日間の疲れもあったし、これから自分のすることについて十分に検討しておきたかったからである。問題は簡単なので、いつか眠ってしまい、吉塚に起こされたのは三時過ぎであった。雨は盛んに降っており、 スケジュールは浮かない顔をしていた。娘は本当に行く先がないらしい。どうも追い出すのは気がとがめるという。もし許してくれるなら自分たち夫婦でしばらく面倒を見てやりたい、などとも言った。ダメだ。そこが向こうの狙いなんだ。と彼は首を振った。 そんなことをすれば、田原に疑われて、鹿島さんとの縁組が壊れてしまう。いいから、俺の言う通りにしろ。吉塚は、頼もしからぬお人だ、とでも言いたげに清四郎を見、それから、美濃も傘も揃えてあると言った。それから間もなく、清四郎は美濃を着、竹の子傘をかぶり、 しりっぱ処理のからずねにわらじばきで、うちから一丁ほど離れた、道の辻に立っていた。三月下旬だから寒くはない。脇差しだけ一本、みのから出ないように、こじり下がりに差し、横目で自分のうちの方を見張っていると、やがて門の外へ娘が出てきた。いい雨だ。 と彼はつぶやいた。この振りの中では芝居もそう長くは続かないだろう。さあ、始めてくれ。吉塚夫妻の世話だろう。娘は雨がっぱを置き、キャハンにゾウリバキで背中へ斜めに小さな包みを結びつけ、からかさを刺していた。門から出たところでちょっと左右を眺め、 すぐにこっちへ歩いてきた。聖四郎は辻へ入ってやり過ごし、そうして実験ばかり間を置いて後をつけた。娘は大手筋を左へ曲がり、そのまま城下町を抜けて、あぜ道を本街道の方へ歩いていった。急ぐ様子もなく、立ち止まりもしなかった。 左右を見るとか、振り返るということもない。同じ足取りで、何か目に見えないものにでも導かれるように、まっすぐに歩いて行くのである。イクラ川の橋を渡り、島田神殿も過ぎ、辺りは黄昏れ始めた。おい、どうするつもりだ聖四郎は口の中で言った。 まだ芝居を続ける気かそれとも仲間がそっちにいるのか朝からの強い雨で往来の人もほとんどない。時たま馬を引いた農夫などと会うが、娘はそれも目に入らぬというふうで、ますます暗くなる雨の道を歩き続けるのであった。清四郎は 首をかしげた。俺がつけていることを感づいたのかないや、そうは思えない。それなら少なくともそぶりでわかる。とすると、何もわからないというのが本当なのか。彼は高方の傘の紐の当たっているところへ指を入れて書いた。まあ、待て。と彼は自分に言っ。 もう少し様子を見よう。城下町から約一里半、まもなく本街道へ出ようとするところで、娘は道の脇にある観音堂へ入っていった。痩せた松が五六本と石碑のようなものが三つ立っているだけで、どうもりもいないという小さなものであるが、それでも 縁側へ上がれば雨を避けることはできた。清四郎は通り過ぎながら、娘が屋根の下へ入り、傘をすぼめるのを見、日常ばかり行ってから引き返してくると、娘に気づかれないように、その銅の横から裏へ回って、これも屋根の下へ身を潜めた。よく降り上がるな。彼は、 身震いをしながら呟いた。いつになったら上がるんだ。こいつはひでえことになりやがったぞ。さっきはありがたい雨だと思ったが、ことが少しも進展せず、日暮れとともに気温も下がり始め、しかも、こう降り通しに降られてみると、芯まで水浸しになったようで、意気込んでいた気持ちもどうやらくじけかかってきた。 娘は何をしているのか。彼は足音を盗みながらごくゆっくりと前の方へ回っていった。そしてかぶっている傘を脱ぎ、胴の角からそっと覗いてみた。娘は縁側に腰をかけ、両肘を膝につき、顔を手で覆っていた。よく見ると、 体が小刻みに震えている。かすかに、お母様、というのが聞こえた。泣いているのだろう。その声は鼻に詰まって、いかにも弱々しく、そして絶望的な響きを持っていた。これも芝居なのか。ここまで芝居を続けるということが考えられるか。自分にこう問いかけながら、 聖四郎は胃のあたりに鋭い痛みが走るのを感じた。お母様。と、むせび上げる娘の声が聞こえた。お母様。聖四郎は傘をかぶり、紐を締めた。その時、道の方で男の声がし、濃くなった黄昏の雨の中で、二人の男がこっちを見て立ち止まった。 生死郎は素早く後ろへ下がり、二人の男は道からこっちへ近寄ってきた。仲間か。娘の仲間かと思い、様子をうかがっていると、男たちの娘に話しかける声が聞こえた。どちらも酔っているらしい。言葉つきから察すると、孫か籠か,かきのように思えた。 姉ちゃん、どうしたねと一人が言った。こんなところに今自分何をしてるんだ旅装束でこんなところにぼんやりしていて、それでも待ってるのかいえなんだってともう一人が言った。もっと大きな声で言わなくちゃわかりゃしねえ。どうしたってんだそれから間を置いて、 おめえ、家出をしてきたのかとか、娘一人じゃ危ねえとか、俺たちがいい宿へ案内してやろうなどというのが聞こえた。娘の言葉は何も聞こえなかったが、どうやら二人に解き伏せられた模様なので、聖四郎はそっちへ出て行った。男たちは頭から甘がっぱをかぶっていい、 一人が娘の手を取り、他の一人が傘を広げていた。おい待て、それは俺の連れだぞ、と彼は呼びかけた。貴様たち何者だ男たちは飛び上がりそうになった。びっくりするじゃねえか、脅かすな、と傘を持った男がのもりながら言った。そういうてめえこそ誰だ その娘の連れだ。ふざけるな。と、娘の手を取っている男が怒鳴り返した。連れならどうしてほっぽり出しにしておくんだ。今頃のこのこ出てきやがって。てめえこの娘を、かどわかそうとでも言うつもりなんだろう。そうだ、そんな魂胆にちげねえ。と、傘を持った男が言った。娘さん。 おめえ、この男を知っていなさるのか娘は脇の方を向いたままで、そっとかぶりを振った。私だぞ、と聖四郎が呼びかけた。平松聖四郎だ。忘れたのかいい加減にしろ。娘さんは知らねえって言ってるじゃねえか。と傘を持った男が遮った。 俺たちは本塾のカゴトクの者ので、俺は源児、こっちは六三。街道筋ではちっとばかり名を知られた人間だ。変な真似をし上がるとただおかねえぞ。そうか、カゴトクの者のか。と言って清士郎は傘を脱いだ。それならこの顔を覚えているだろう。俺は城下の石畑にいる平松清士郎だ。 二人の男は沈黙した。夕闇のほの明かりではあるが、聖四郎の顔ぐらいは判別がつく。ロクサという男がまず、握っていた娘の手を離しながら、旦那だ、とつぶやいた。おい、源児、いけねえ。と、ロクサが慌てた声で手を振りながら言った。関畑の平松様だ。こりゃとんでもねえ間違いだぜ。 おめえ知ってるのかうちのごひいきの旦那だ。六佐はまた手を振り、聖四郎に向かってお辞儀をした。まこと二度も申し訳ありません。お見なりが変わっているんで気がつきませんでした。わかればあんなキザなことは申し上げなかったんで。へ、やいげんじ、てめえも早く謝らねえか。いや、わかればいいんだ。 と、聖四郎は頷いた。街道筋で名を知られた兄たちに謝らせることは罪だからな。ひらに、どうかひらに。クサは頭へ手をやりながらお辞儀をした。この通りですから、どうか勘弁してやっておくんなさい。しかし、どうしてと、源氏がまだ不審そうに言った。どうしてこの、 旦那のお連れは旦那を知らねえと言ったんですかねそれは俺にもわからない、と聖四郎が言った。この娘にはちょっと込み入った司祭があって、一口で話すことはできないが、俺が門分かしでないことだけは証明できると思う。そして彼は娘の方へ近寄った。どうして私を知らないと言うんだ と彼は娘に言った。私が平松聖志郎だということを忘れたのか娘はうなだれたまま答えなかった。本当に私を知らないのか私は、と娘は低い声で言った。私がいては平松様のご迷惑になると伺いましたので。 とぎれとぎれの低い細い声であった。吉塚が話したのであろう。彼女がいては、鹿島家との縁組に故障ができる。そう言って、因果を含めたに違いない。聖四郎は顔を仰向けて深い呼吸をした。その話は後のことだ。と彼は感情を抑えた口ぶりで言った。 一緒にうちへ帰ってくれ。私が頼む。帰っておくれ。娘は答えなかった。旦那のおっしゃるようにしたらいいでしょう。とろくさが娘に言った。こんな雨でもあるし、うろうろしているととんでもねえことになりますぜ。それから七日経って、 聖四郎は田原五右衛門の自宅へ呼びつけられた。田原家のある竹坂というのは町名で、実際には坂というほどの勾配はないのだが、その緩やかな坂道は赤土なので、ちょっと雨が降ってもひどいぬかるみになる。その時も前の雨ですっかりこね返されてい、田原家へ着くまでには、 汗まみれになっていたし、背中まで泥が跳ねていた。田原五右衛門の話は、予期した通り、あの娘のことであった。清四郎は事情をよく語り、家父夫妻も望むので、二人に預けて世話をさせていると答えた。黙って不機嫌に聞いていた田原は、廊下越しに、 庭の方を眺めながら無表情に言った。それがお前の申し訳か。私は、と彼は言った。事実を申し上げているのです。噂はすっかり広まっている。本塾の方でも評判になっているそうだが、鹿島家はどう挨拶するつもりだ。これは私事で、鹿島家とは、 何の関係もありません。従って、別に挨拶をするとか、弁明をするなどという筋合いはないと思うのです。と彼は言った。あの娘は自分のうちも知らず、行く先も自分のなさえも覚えていません。それはもう聞いた。雨に降り込められた夕闇の辻堂の中で、 彼は口早に続けた。その世の止まりもわからず、途方に暮れて泣きながら、お母様と呼んでいる姿をご覧になったら、あなたにも見ぬふりはできないことでしょう。鹿島家から苦情が来ている。田原はまた庭の方を見た。その娘が全く縁もゆかりもないものなら、そんなもののために、 大切な縁談を壊すことはない。もう一度私が口を聞くから、娘はすぐちから出て行かせるがいい。清子郎は額を上げていった。私にはあの娘を追い出すことはできません。そんなことを言い切っていいのか私にはできません。理由はわかりませんが、とにかく、 私一人を頼みにしてきた。他に頼る者がいないのですから。田原五右衛門はしばらくしていった。では、鹿島家の方は破談にしよう。いやむを得ません、と彼は言った。これだけの事情をわかっていただけないとすれば、私としてもお心のままに、 と申し上げるほかはありません。わかった。用事はこれだけだ。セ四郎は田原家を辞した。彼は自分が正当だと信じているわけではない。世間一般から見れば、婚約者なる者が身元の知れない娘をうちに置くというのは、非難されることかもしれないと思う。 しかし、この場合は、事情が違うのである。その事情の特殊な点を理解しようとせず、ただ、説表や面目だけにこだわるとすれば、彼らの方こそ、非難されるべきではないか、と聖四郎は思った。上代の娘をもらったって何だ、と彼は意気込んで呟いた。 女房の縁で出世をする、などと言われるくらいが落ちじゃないか。こっちでまっぴらだ。鮮やかな印象に残っている友恵の、美しく逆しげな姿を書き消そうとでもするように、清主郎は顔をしかめながら強く首を振るのであった。吉塚の妻女の村は、娘に房という仮の名をつけた。 江戸で嫁にやった自分の娘の名であるが、体操気性も良く、嫁に行った先でもずっと幸せになっているから、娘にあやかるようにと思ってつけたということであった。吉塚夫妻には、喜平という子があり、結婚して孫も一人できたが、これは江戸御省役を務めており、こちらでは夫婦だけの暮らしなので、 娘の世話をすることは楽しみのようであった。ことに、妻女の村は娘を哀れがり、身の回りの面倒を見てやりながら、どうかして彼女の記憶を呼び覚まそうと、辛抱強くいろいろと試みたらしい。幾人かの医者にも診察させてみたり、篠の山というところの権限だけにも打たせたりしたそうであるが、 何をやってみても効果は現れなかった。俗に神隠しとか天狗にさらわれるなどということを申します。とある時、吉塚が言った。つい数年前の話ですが、江戸の者が一夜で加賀の金沢へ行った。自分では何も知らず、気がついてみると金沢城下で、 日を確かめたところ、昨夜の今朝だったということです。うん、と彼は頷いた。真意はわからないが、その話は聞いたことがある。他にも、大阪の者が知らぬ間に長崎へ行っているとか、今、座敷にいたと思った者が、そのまま行方知れずになって、何十年も戻らなかった。 などという話が随分ございます。あの娘もそういう災難にあったのではないかと思いますが、そんなことが現実にあろうとは思えないけれども、言葉の鉛などでは見当はつかないだろうか。言葉は江戸のようですが、と吉塚は首をかしげた。しかし武家では、 多少なりともその領地の鉛が映りますし、それが江戸言葉と混じり合いますから、どこの鉛という判断は難しかろうと存じます。では、時期の来るのを待つだけだな。あるいは、豊吉塚は主人の気持ちを探るように言った。このまま何も思い出さずに、 終わるかもしれません。聖四郎は何も言わなかった。秋になるまで聖四郎は友枝と三度道の上で出会った。彼は思い切ったつもりでいながら心の底には十分未練があったので、木霊をするときには自分で顔の赤くなるのが分かった。 友枝は三度とも清掃で、ひときわ美しく、小物と侍女を連れていたが、彼の目礼を全く無視し、路傍の人を見るほどの目つきもせずに歩み去った。彼は恥ずかしさと屈辱のためにもっと赤くなり、汗をかいた。これでいいだろう。三度目の時に彼は自分で頷いた。 うん、もうこれでいい。これできれいさっぱりだ。その頃から彼の身の回りのことはフサが受け持つようになった。清四郎にとっても母親のような村より若いフサの方が良かったし、フサはまた極めて早く彼の気心や好みを理解していった。後で考えると、 吉塚夫妻がそのようにしつけたらしいが、彼に仕える夫妻の態度はほとんど献身的と言ってもいいもので、彼はまたそんなにも俺が頼りなのかと思い、いじらしいという感情が次第に強くなるばかりであった。夫妻殿はよほどお育ちが良いようでございますな、と吉塚が言った。 気象もしっかりしておられるし、虚偽動作も優雅で、主席の見事なことは、ちょっと類のないくらいです。吉塚夫妻だけでなく、うちの者たちみんなが、いつからか夫妻に継承をつけるようになった。ということに、その時初めて清志郎は気がついた。あれで、 身元さえはっきりしていれば、と、吉塚はさらに続けた。どんな耐震へ腰入れをされても、決して恥ずかしくないでしょう。まことに惜しいようなお人柄です。家父が何を言いたがっているか、清四郎にはもう察しがついていた。つまり、と彼は言った。俺に房をもらえということか。 それはいかがでございますかな吉塚は考え深そうに言った。ご当家は名門ですし、ふさどのは身元のわからない方ですから、あなたがそのおつもりでも、おそらく老身方がお許しにはなるまいと思います。老身方。彼の目が光った。それは紛れもなく敵意と、 犯行を表していた。ふん、と彼は冷笑し,した。名門といったところで平松は背景になっていたものだし、俺はその養子に過ぎないじゃないか。嫁選びに干渉されるほどの家柄でもないだろう。こうして清四郎の気持ちは、田原ゴンエモンやともに対する犯行から動き出したようであった。 もちろん、房が好きでなかったら、そう向きにはならなかったであろう。彼女が、いつ過去のことを思い出すかわからないし、その時、事情がどう変わるかも予測はつかない。そんな不安定な立場のものを、めとるというのは、冒険である。だが、清四郎は勇ましく、しかも、田原五右衛門にぶつかっていった。 びっくりして腰でも抜かすな。こう思って正面から切り込んだ。娘に房さという名をつけたこと。自分は房さを妻に直すつもりであること。ついては房さを田原家の養女にしてもらいたいこと。などを挑戦的な口ぶりで申し述べた。頭から怒鳴りつけられ、 拒絶されるものと覚悟をしていたのであるが、田原は怒鳴りもせず腰を抜かすほど驚きもしなかった。話し終えるまで黙って聞いていたし、話が終わってからもしばらく黙っていた。その顔には困惑の色が見えたけれども、怒った様子は少しもなかった。 ちょっと難しいな。やがて田原は静かに言った。鹿島家の方が破談になってまだ間がないし、この十二月には殿のご帰国で影湯殿も友をして来られるから、その時相談の上ということにしてはどうか。清四郎はちょっとワクワクした。それでも結構ですが、 と彼は言った。あなたのご意見はどうでしょうか俺の意見。と言って、田原はきっと彼を睨んだ。俺の意見によっては、思案を変えるとでも言うのか聖四郎は言葉に詰まった。田原ゴンエモンの態度が予想を裏切って、ほとんど好意を示すように見えたため、嬉しくなってつい、 出現してしまった。だらしのない奴だ。まるで追悼じゃないか。と彼は自分に下打ちをした。口が滑りました。彼は潔く抵当していった。おっしゃる通り、父が来るまで待ちます。今申し上げたことはお忘れください。彼は 明るい気分で田原家を出た。十二月十日に藩主が帰国し、蕎麦用人である父の影湯もその友をしてきた。そうして田原と父と話し合った結果、ふさをめとるということは正式に認められ、年が明けて二月八日に祝言が行われた。ふさは、 田原家の幼女となり、中戸は中老の沢橋八郎兵衛であった。終言から二日目のことであるが、影湯は聖四郎を呼んで、お手前ほど親に逆らう奴はない、と怒った。よく聞いてみると、鹿島家との縁談は父の奔走によるもので、田原は取り継ぎをしたに過ぎないということであった。 鹿島家と親族になることは、お前の将来にどれほど役立つかわからない、と父は言った。お前は多分、妻の縁故で出世するなどとは、恥辱だとでも思ったのだろうが、そんな青臭い考えでは、平松という名門の家を再興させることは難しいぞ。清四郎は黙っていた。 問題がこうなったのは自分の責任ではない。自分は共絵をもらいたかったのだ。そう言おうとしたが、今さら弁解したところでどうなるものでもなし。今ではふさを愛していい、現に結婚したという事実があるので、黙って小言を聞くよりしようがないと思った。ふさとの結婚も、 田原が熱心に進めたから承知したのだ。と影井は言った。そこをよく考えて、これからのち、家中の物笑いにならぬよう、しっかりやらなければいけないぞ。聖四郎は黙って辞儀はした。ふさとの生活は順調に行った。影井は城中に寝泊まりしていたが、10日に一度くらいの割で訪ねてき、 ごく稀に止まってゆくという風うであったが、十日に一度が七日に一度となり、夏の頃には五日目三日目と、だんだん訪ねてくる度数が多くなったし、止まってゆく例も多くなるばかりだった。口には出さないが、よほどふさが気に入った様子で、来るとふさをそばから離さず、 夕下の後で酒を飲み出したりすると、釈をさせながらいい機嫌に話し鏡じて、寝るのも忘れるというようなことさえしばしばあった。父上、もう四つ半、十一時を過ぎましたよ。と、我慢を切らして聖子郎が言う。朝が早いんですから、このくらいにしておいてください。俺に遠慮するな。 と影は手を振る。お前は構わず寝てしまえ。俺はもう少し飲むから、ふさは借りておくぞ。ふさは特にもてなしがうまいというわけではない。背丈のやや高い体つきも、そりとのかすんでいるような眉や、ふっくりとくびれた顎の目立つ顔つきも、おっとりとしめやかで、 立ち位や口の聞き方は、むしろ、間延びがしていると言ってもよかった。吉塚助十郎が、優雅だと言ったのは、そういうところを指したのであろう。見慣れるにつれて、その間延びした動作や口ぶりが、こちらの気持ちまでゆったりと落ち着かせ、和やかにさせるようであった。はじめに吉塚夫妻。 次に歌詞や小物たち、そして影湯までが彼女に惹かれたのもそういう点に魅力を感じたからにそういない。父がふさを相手に飲みながら話し合かない様子は見るからに楽しそうで、清四郎は思いがけない孝行をしているような誇りかな気分を味わうのであった。十月下旬。 信濃の神影きは参勤で出布し、影湯もその友をして去ったが、出達の前の日に訪ねてきて、ふさに世話になったとかなり多額な選別を与え、また聖四郎を呼んで、ふさを大事にしろと言った。お前などにはもったいないような嫁だぞ、と影ゆは言った。今度来るときには、 孫の顔を見せてくれ。影湯には、もう孫が一人あった。江戸にいる長男、孝次郎の子で、鶴之助といい、もう三歳になったのである。従って、今度来た時は、孫の顔を見せてくれ、という言葉は、 ふに対する愛情の深さを示すものだ、と聖四郎は思った。十一月に鹿島家の友枝が結婚した。相手は南土奉行の長男で渡辺菊間と言った。彼は結婚すると間もなく、江戸詰めの中御省に挙げられ、夫妻い揃って城下を去った。それから初めて、 田原ゴ右衛門が聖四郎と房を自宅へ招き、自分も平松家へ訪ねてくるようになった。破断にした責任があるからな、と田原は苦笑しながら言った。と江殿が嫁ぐまでは、往来を遠慮する方がいいと思ったのだ。それは田原へ二人が招かれた時のことであるが、さも、 肩の荷を下ろしたというようなゴンエモンの様子を見て、聖主郎はいつか父の言ったことを思い出し、腑に落ちないので聞いてみた。父はあなたが房を進めてくだすったように言っていましたが、本当ですかそれがどうかしたか私は、と彼はちょっとまごついた。私は、 あなたが怒っていらっしゃるとばかり思っていました。ゴンヤモンは曖昧に笑った。フサのような娘をもし追い出していたら、その時こそ俺は本当に怒っただろう。しかしあなたはまだフサをご存じなかったはずですがね。まあいい、飲め、と田原は言った。 どうも納得のいかないところがあるので、帰宅してから、吉塚スケジュー郎に聞いてみた。そして、わかったことは、聖志郎が途上している留守に、田原が訪ねてきて、ふさに会い、初対面ですっかり気に入ったのだという。その時の口ぶりでは、友枝との縁組には、はじめから反対で、上代画郎の娘婿になるなどとは、 つまらぬ奴だ、と漏らしたそうであった。聖四郎はそれを聞いてうなった。それでは、あの時起こったのは定裁を作るためだったのか、と彼は言った。嫌なじじいだな。嫌なじじいなどとは言ったが、ここでもふさが人に好かれるということを確かめて、彼は少なからず気をよくし、 田原が訪ねてくると、できる限り艦隊した。年が明けるとすぐ、吉塚の妻がふさの解任したことを告げた。彼は閉めたと思った。これでまた父に喜んでもらえるぞ。そう思っていたとき、それまでの幸福な生活に、初めて不吉な影がさした。 正月下旬のある夜半、新所の襖が開いたので目を覚ますと、寝巻き姿で房が入ってきた。妻の方から訪れるという例はなかったので、どうかしたかと彼は呼びかけた。房はその声が聞こえなかったらしく、黙って戸棚のところへ行き、その前で立ち止まった。房。 と彼はまた言った。どうかしたのかふさはじっと立っていて、それから口の中でそっとつぶやいた。おねまから、こちらへ出て、ここが廊下になっていて、ふさは片手をゆらりと振り、何かを思い出そうと首をかしげた。廊下のここに、杉戸があって、それから、 生死郎はぞっとした。冷たい手で、不意に背筋を撫でられでもしたように、肌が泡立つのをはっきりと感じ、我知らず立ち上がって妻の方へ行った。房は過去のことを思い出したのだ、と彼は直感した。その過去は房を彼から奪い取るかもしれない。それを思い出させてはならない。 彼はそう思って、妻の肩へ手を置き、そっと囁くように言った。ふさ、目を覚ませ、と彼は言った。お前、夢を見ているんだ。ふさはゆっくりと振り返った。その顔はいつものふさのようではなかった。壁の表面のように平たく無表情で、その目は まるで、見知らぬ他人を見るような、よそよそしい色を帯びていた。聖四郎はまた、ぞっと宗家だった。ふさ<房>、彼は妻の肩を掴んで揺すった。目を覚ませ、ふさ、俺だぞ。すると、ふさの顔が緩み、全身の緊張の緩むのがわかった。 彼女はしなやかに夫の胸へもたれかかり、いかにも安堵したようにため息を漏らした。私、どうしたのでしょう。こんなに冷えてしまった。彼は妻の背を撫でながら言った。風邪を引くといけない。ここで一緒に寝ておいで。私、何かいたしまして。何でもないよ。彼は、 自分のヤグの中へ妻と横になり、じっと抱きしめながら行った。何もしやしない。夢を見ていただけだ。ふさは夫の腕の中でうなずき、まもなく静かな寝息を立てて眠った。体の変調のためだ。妊娠したために体の調子が狂ったのであろう。 聖四郎はそう思ったが、その夜の出来事は忘れられなかった。房は紛れもなく過去のことを思い出したのだ。根間をこっちへ出て、廊下のここに杉戸があって、そうつぶやきながら首をかしげていた姿は、前に住んでいたうちの間取りを思い出したのにそういない。そして、 あの面がわりのした顔と他人を見るような冷ややかな目。あの時妻は過去の中にいたのだ。そんなことはないといくら否定してみても自分の直感した事実は動かしようがなかった。いつかまた同じようなことが起こると彼は呟く。今度はもっとはっきりと。 過去のすべてを思い出すかもしれない。うちにいても、途上していても、当分はそのことが頭から去らず、夜半に目を覚まして、そっと妻の心情を覗いたことも、幾度かあった。そんなことが三十日ほど続くと、やがて彼も腹を決めた。いいじゃないか。 と彼は自分に言った。思い出した過去がどうであろうと。こっちはもう結婚してしまったし、身ごもってさえいるんだ。条件がどんなに悪くとも、この生活を壊すことができるものか。聖四郎は力んだ気持ちで、どんな相手が現れようと、決して後へは引かぬぞ、と思う。 その後は何事もなかった。房の体は順調で、ちょっと夏痩せはしたが、秋になるとすっかり健康を回復し、10月中旬に女の子を産んだ。赤子も丈夫だし、母体にも異常はなかった。房は恥ずかしそうに、女の子ではお父様ががっかりなさるでしょう、と言った。 聖四郎は首を振って、江戸には男の孫があるから、女の子の方が帰って喜ぶだろうと言った。父の来るまで出産のことは知らせずに置くつもりだったが、品濃の神鍵ゆきが自社奉行に任じられたため、父の来られないことが分かったので、半月ほど遅れたが、手紙で出産のことを知らせた。 子供には、聖四郎の母の名をもらって、ゆかとつけた。いい女だこと。ふさは嬉しそうに、三熟で赤子に頬ずりをした。ゆかさん、かわいいきれいなゆかさん、お丈夫に育ってちょうだいね。聖四郎は枕元に座って、涙ぐんだような目つきで、その様子を眺めていた。 穏やかに日は経っていった。房の日立ちは好調で、父も余るほど出たし、その翌年の3月、床ははしかにかかったが、それも無事に済んだ。江戸の父からは、床の様子を知らせろとうるさいほど言ってき、母は房にあてて、この育て方を繰り返し書いてよこした。 田原五右衛門もよく訪ねてき、これはまだ孫に恵まれないためだろう、危なっかしい手つきで抱いて、庭の中を飽きずに歩き回ったりした。八月十五日の夜、清四郎は妻と床との三人で月見をした。庭の芝生へ毛線を敷き、月見の飾り物を前に、 趣向の禅を置いた。ぼんぼりをその左右に、かやりを焚かせ、聖四郎もふさも浴衣にくつろいで座った。片言を言い始めた床は、屋外の食事が珍しいので、母と父の膝をゆききしながら、上機嫌にはしゃぎ、飾り物の団子を食べるのだと、だだをこねて泣いたりした。これは、 明日焼いて食べるものだ、と、聖四郎がなだめると、ゆかはつんとして、たあたまはあたらとちりろだ、などと言った。あたらとちりろとはなんだ、と彼は妻に聞いた。さあ、なんでしょうか。ふさは柔らかに微笑した。田原様が何かお教えになったのでしょう。あたくし、存じませんわ。 年寄りは面白がって子供に片言を言わせたがる。困ったものだと思ったが、彼は口には出さなかった。平松家の庭はかなり広い。正面が松林のある丘で、その上に登ると城がよく見える。百坪ばかりの芝生には、ところどころ刈り込んだ玉ひのキの植え込みがあり、 そこから右は梅林で、梅林の先は板塀になっていた。月は松林の左の端から出た。空には雲が多いので、登ると間もなく雲に隠れたが、青白く染まった雲が黒い松林を鮮やかに映し出す様も一つの眺めであった。 月が昇ると間もなく、床がうとうとし始めたので、ふさは寝かしに連れて行った。聖四郎は一人で飲んでいたが、やがて芝生で鳴く虫の根が止まったので、振り返ってみると、ふさが戻ってきた。右手に調子を持って、いつものゆったりとした足取りで近寄ってきたが、ついそこまで来ると、 ふと足を止めた。その時、雲から月が抜け出して、ふさの顔が明るく浮き上がって見え、聖四郎は持っている酒を取り落としそうになった。あの晩の顔だ。ふさの顔は面変わりをしてこわばり、大きく見開かれた目は何か探し求めるように庭の一点を凝視していた。 清志郎は黙って妻の様子を見守った。耳の中で血がどっとと脈打ち、口を開かなければ呼吸ができなかった。房は歩き出した。梅林の方へ向かって一歩ずつ拾うように。清志郎も立ち上がり、裸足のまま妻の後ろからついていった。 二っぽばかり行くと、ふさはまた立ち止まった。これが笹の道で、とふさはやいた。そして、この向こうに木戸があって。聖四郎がそっとささやいた。さあ、それから先を思い出すんだ。さあ、その木戸の外はどうなっているふさは、 身動きもせず、口をつぐんだまま、じっと立っていた。ふさ、彼はそっと妻の肩に手をかけ、低いささやき声で言った。よく考えてごらん。それは、自分のうちなのかお前のうちの庭なのか軌道を出ると、どこへ行けるんだ ふさはゆらっとよろめき、持っていた調子を落とした。聖四郎は両手で妻を支えた。するとふさはびっくりしたように夫を見て、体をまっすぐにした。わたくし、どうかしたのでしょうか。いつもの顔、いつもの目に帰っていた。今、お前は昔のことを思い出そうとしていたんだ。 と彼は言った。私が言うから目をつむってごらん。いいえ、ふさはかぶりを振った。私、このままで幸せですの。昔のことなど思い出したくはございません。しかし、思い出すとが来るんだ、と彼は優しく言った。 お前は覚えていないだろうが、前にも一度こんなことがあった。きっとまたいつか同じようなことがあるだろう。それならいっそ早い方がいいじゃないか。さあ、目をつむってごらん。ふさは目をつむった。今、お前は、と彼は声を潜めて、ごくゆっくりと囁ささい。 笹の道を歩いてきた。庭を歩いてきたのだろう。ここが笹の道だ。そして向こうに木戸がある。ふさは目をつむったままひっそりと息を殺していた。笹の道を通って木戸へ来た。と彼は静かに続けた。その木戸を 出るんだ。さあ木戸の外はどうなっているか清志郎は呼吸を詰めて待った房は黙って立っていたがやがてかぶりを振った何も分かりません目を開きながら房は言った今おっしゃったことは私が言ったのでしょうか お前が言ったのだ。ふさはまたかぶりを振った。わたくしには何も思い出せません。そんなことを言ったことさえ覚えがございません。気分が悪くはないかい,いえ。それならいい。と彼は妻の肩を撫でた。もう少し二人で月を見よう。 そこに調子が落ちているよ。半ば失望し、半ばほっとしながら、聖四郎は門線の方へ戻った。聖四郎はまたしばらくの間、ひそかに妻を監視することで神経を疲らせたが、格別変わったこともなく、その年は暮れた。 あくる年の3月、例年の勘定仕切りが始まり、聖四郎は監査のため、終わりの5日は城中に詰め切った。その3日目のことであるが、馬のごくちょっと前に、家父の吉塚が面会に来た。城中に詰めている時は、使用の出入りは禁じられていたが、休養ということで取り継がれたらしい。 ユカが病気にでもなったのかと思いながら行ってみると、吉塚助カ郎は西の口の外に青い顔をして立っていた。ふさだな。聖子郎はそう思った。家父のこわばった青白い顔が妻に何事か起こったことを示しているように感じられたのである。吉塚は目を伏せながらその通りだと言った。 どうしたのだ病気かお姿が見えないのです。と吉塚は言った。昨日の夕方のことですが、由カ様と庭にいらして、そのままどこかへ出て行かれたらしく、お探し申したのですが、未だに行方がわからないのです。いよいよ来たなと彼は思った。予期していたことが現実になった。 という感じが真っ先に頭に浮かんだ。待っていてくれ、と彼は言った。聖四郎は老食部屋へ行き、田原五衛門に会った。田原も非常に驚いたのだろう。すぐには物が言えないという様子だったが、やがて、俺が手配をしよう、と言い、聖四郎の下城は許さなかった。彼は、 よしずかにその胸を告げて役部屋へ戻り、自分の事務に専念した。監査の事務は単調であるが、検察と帳簿の称号が主になっているため、他のことで頭を使うようなゆとりはなかったし、彼自身、妻のことを考えるのが恐ろしかったので、できる限り仕事に熱中するように努めた。 妻が見つかれば知らせがある。そう思っていたが、田原から何も言ってこないまま、監査が終わった。いつもの例で、石垣町の慰動の宴に招かれたが、聖志郎は断って、まっすぐに家へ帰った。房の行方はまだわからなかった。心配していた床は元気で、 母がいなくなったことも刺して気にせず、召使いや吉塚の村を相手によく遊びおとなしく寝たということであった。話を聞いてみると、その夕方、房は庭でゆかと遊んでいたが、ゆかの泣き声が聞こえたので、吉塚の村が出て行ってみると、ゆかが一人で泣いていた。お母様はと聞くと、 梅林の方を指して、あっち、という。それで、梅林の方を見て回ったがいない。うちの中を探し、屋敷周りを探しているうちに、日が暮れ、それでも姿が見えないので、吉塚は本街道、菓子たちは三街道と、手分けをしてつぶさんに調べた。三街道の方は、両境に板書があり、 そこで聞いたが、ふさらしい女性の通ったのを見たものはなかった。本街道の方は、下宿と上宿、本宿まで、馬、籠の問屋はもちろん、旅館を全部当たってみた。しかし、その道は人馬の往来が激しいので、はっきりしたことはわからなかった。吉塚は役人に頼み、 街道の上下十里に手配はしてもらったが、ついに房さの姿は見つからなかったという。田原ゴ右衛門はさらに遠くまで手を打ったらしいが、房さは金を持っていないし、女の足でこれだけ素早い手配の先を越せるはずはないので、三日も経った今では、まず見つかる望みはないだろう、と吉塚は語った。 実は一つだけ申し上げなかったことがございます。と語り終わった後で吉塚が言った。奥様が初めてここへ見えた時のことですが、聖四郎は家父の顔を見た。あれはあなたを訪ねて来られたのではなかったのです。と吉塚は続けた。事実は私が外出して戻りますと、 門前にぼんやり立っておられ、ここはどなたのお屋敷かと聞かれました。私は平松聖四郎様であると答え、どなたを訪ねているのかと聞き返しました。すると奥様は、しばらく考えておられましたが、今聞いた名が頭に残ったのでしょう。平松聖四郎様を訪ねているとおっしゃったのでございます。 すべての記憶を失っているとき、初めて聞いた名が深く印象に残り、その名が自分の訪ねている人のものだというふうに思い込んだのであろう。聖四郎は顔を背けた。もういい。わかった。と彼は言った。では、本当に訪ねる人を思い出して、そちらへ行ったのであろうか。 彼はそう思ったが、すぐに首を振った。足かけ4年も夫婦でいい、三歳になる子まであるのに、何を思い出したからと言って、突然、書き置きも残さずに出奔するということはない。そんな無情なことが、ふさにできるはずはない。彼は心の中で言った。床はどこにいる 私の住まいにおられると思います。下がってくれ。と彼は言った。吉塚が去ると、清四郎は立ち上がった。立ちは立ったけれども、そのまま放心したように腕組みをして目をつむった。来た時のように行ってしまったのだな、ふさ。と彼はささやいた。今、 どこにいるんだどこで何をしているんだ雨の降りしきる暮れ方、観音堂の縁側に腰をかけて、途方に暮れていた房の姿が、おぼろげに目の裏へ浮かんできた。彼の顔が鋭く歪み、喉へおえつがこみ上げた。彼はむせび泣いた。 縁側へ出て行き、庭下駄を履いて歩き出しながらも、むせび泣いていた。聖四郎は芝生の端のところで立ち止まり、開しで顔を拭くと、梅林の方を見守った。笹の道のそこに木戸があって、床は母がそっちへ行ったという、房は その木戸を通って行ったのだろう。彼は現実にはないその木戸と、そこに立っている妻の姿が見えるように思えた。しかし、ふさは帰ってくると彼は思った。今度は夫があり、ゆかという子供がある。それを思い出さないということはあるまい。いつかは、 必ず思い出して帰るだろう。この軌道を通って。聖四郎は片手をそっと差し伸べた。みんながお前を待っている。帰ってくれ、ふさ。彼はそこにいない妻に向かって囁いた。帰るまで待っているよ。後ろの方でわらべ歌を歌う ゆかの明るい声が聞こえた。